ばらけたね。できます。いやこれ意外と凝ってるな。やっぱ埋まってるし、この金具も、凝ってあるし、ジョイントになってんの初めて見た。探しますか。じゃもうなんだこれは。これ全部やり直しだな。ウレタンもなんだこれ。もうきっとさ、こんなになってんのに座ってるソファーもいっぱいいるんだよ、ヴィンテージソファーには。バラし終わりました。ちょっとね、雨降ってきそうで急に中閉まったんで、だいぶ画像が悪いです。狭くてね、こんな感じで、これが背もたれ で僕買った時、このソファーは、昭和レトロっていう歌い文句が某オークションのタイトルにあったんですけど、さっきも写真で見せたみたいに、スウェーデン製で完全に北欧ですね。で、このバネ、これ意外と珍しいというか、まあ、北欧ものにはよく見るバネなんですけど、日本製のソファーにはほとんど使われてるの見たことがないバネで、まあ、これが出てきたんで、あ、やっぱりスウェーデン北欧なんだって思いましたね。意外とこういうところクッション材が貼ってあったりして、こうね、干渉するんで手が込んでるなと思って。であっちが、座面で、座面はこの S 字のよく見るスプリングなんですが、こういう留め具のところに、この金属の上にクッション材が巻いてあるんですよ。多分ね、この劣化、ちょっと劣化しちゃってるけど、こういうプラスチックの見えるかな、カバーリングっていうか、こういうのもあんまりアメリカ製のやつとかには見ないやつですね。やっぱり北欧はすごく作りが良くて、こういう木も、これ座面と背もたれは全部ムクの木を削って、こういうなんていうんだろう、フレームにしてあって、すごく重いですね。でその代わり、あの奥にある、奥にあるこの袖アームは、なるべく軽い感じで作ってあって、でここのこのボードも日本製だとただのベニヤだったりするんですけど、結構硬い、なんていうんだろうな、 MDF とはまた違うボード で、まあ、こう中にこういう風にフレームがいて、でこうパネルにしてあるんですけど、結構ね、ソファーって、まあ、言い方悪く言うと、ハリボテなんで、バラしてみると結構、あ、作り意外と簡単なんだなって思うと思います。で、こういうフレームの、こうテーパーしてる、こういうとことかね、は、まあ、ちゃんとやろうと思うとそれなりの道具とか設備がいるんですけど、例えばもっとベンチに近いような形のものとか、あの背中みたい、背中もね、これちょっと RC で沿ってますよね、あのフレームはこんな感じで、
まあ、ああいうのつけなければ結構簡素化して、日曜大工ぐらいで作れるもの、作れる形のものってあるんで、一からね作ろうと思うとすごい大変なんですけど、こういうリメイクっていう形だったら結構ハードルは低いんじゃないかなと思います。で、今日まあ久々にソファーばらしてみて、まずこの、あのソファーにね使ってたクッションはもうダメです。本体の中身がもうあんな劣化してたんで、多分このねもうクッションも中がもう相当傷んでるんで、もう使わない方がいいですね。で今回は、あいつ今バラバラになってるフレームを、改造してちょっとスタイル変えてリメイクしちゃうので、この辺ももう、幅とかがね合わなくなってくるんで、まあそこは一から今回作ろうかなと。でなるべく、まあ、ちょっと大きいホームセンター行ったら買える材料で、作る。で僕らはやっぱりお客さんの、ね、例えばソファーでもレストアっていう仕事は存在するんで、そういうのやる場合はもうちゃんと厳選した材料を集めて、それなりの素材を使ってやりますけど、今回はもうそれこそあのソファーも、そのさっき言ったなんだっけ昭和レトロっていう歌い文句で、某オークションに出てたんですよ。で3人掛け、と同じ形の1人掛け、もっとこう幅が狭くなった1人掛けが2脚ついて、確かね3セット、まあ、要は応接セットみたいになってたやつをオークションで1万円で買ったぐらいの商品です。でそれを何年使ったっけな、5年ぐらい使ってあの状態だったんで、でさすがに今回ね、まあ、引っ越してこっちの青梅のベース移って、子供も生まれたんで、ちょっともうまあ僕も散々ソファーも見てきてるんで、まあこう触っただけでねある程度中の状態って分かるんですけど、まあ、ちょっとこれは子供とかも置きたくないし自分も座りたくないなと思ってたんで、まあ、今回いい機会なんでねちょっとカスタムしようと思って、で、まあ、今回これからその形変えるんですけど、まあ、今さっき後輩のことをバラしてて、いろいろがなんかこうあれができるこれができる、あとまあフレームの形によっていじくり方いじれる制約決まってくるんで、でまあ今回バラしててとりあえず、今3人掛けのスタイルですけど、1人掛けと2人掛けに切り離してカスタムしようかなと思って、で、それがまず一つで、もう一つは、クッションをね張り替える前の状態、元の状態の時は背もたれと、座面だけの2個っていうか、まあ1座席で2つ座面と背もたれっていうクッションで分かれたんですけど、次は背もたれはもうこう総張りって言って張り込んじゃう、厚みを少し足して背もたれのクッションだからなしで、座面のクッションをまあ作ろうかなと思って、で嫁さんからのリクエストもあるんでその辺踏まえて、で、今はねこのなんか冴えないというかグリーン、まあなんかヴィンテージのスウェーデン北欧のソファーって聞くとこの布もなんか良さげに見えてくるんですけど、もうこれはちょっと使わないので、で嫁さんのリクエストでデニム生地がいいっていう話 でちょうどまあリビングもちょっとねサーフスタイルっぽい雰囲気とウッドって感じなんでデニム合うかなと思って、でまあ経年変化があるといいなと思ったんで、リジットのね洗いがかかってないちょっと硬い生地を、まあ貼りにくいかもしれないですけどリジットのデニム生地使って、貼り替えようと思ってます。でどういう風に貼ろうかはまだちょっとあれこれ考えてるんですけど、まあデニム生地になり、セパレート
するタイプ、セパレートで使える、だから2人掛けを使いつつ1人掛けをそこに合体させて使ったり、こう切り離して使ったりとかで、やっぱ住宅事情を考えると日本の場合は3人掛けって結構、ハードル高いと思うんですよやっぱり。なのでまあ2人掛けと1人掛けにしとけば、こう3人掛けで置くと辛いスペースにこうちょっとこう角度変えてね、もう1個置けば、あの人が通る動線も確保できて、応接室とかそのリビングがうまく使えると思うんで、そういうちょっと柔軟性を持たせようかなと思って、今回は2人掛けと1人掛けに改造します。まあそんぐらいかな。あとはね、もうちょっと、まあこれは実現できるかどうかわかんないですけど、あの室内で動かしやすいようにしたいんで、車輪をつけようかなと思ってるんですけど、それはねちょっとね、いろいろ部材が揃いにくいからうまくいかないかもしれないんで、ちょっとそれは、要検討中です。で、まああのソファー基本的に足が4本で、今回のソファーも足が4本で、でぶった切っちゃうと片方に足が2本ずつこう離れて、もう4本必要なんですよね足が。だからその足を、まあ何かをリメイクするのか、何かから取るのか、ね、代わりになるもので代用するのか、今ちょっとそれを考えてるんですけど、できれば車輪だからこう2本足、例えば左側だけ2本足で一番端が車輪になれば、片方をこうね斜めにして浮かせば動かすのが簡単になりますよね。そういう作りのねソファも実際あるんですけど、本当はそういう風にしたいんですけど、ちょっとねなんかこう良さげなものがないと、でプラスそのね大きめのホームセンターで買える、材料でっていう縛りが出てくると、まあ、意外とハードルが高いかもしれないですね、そこは。なのでとりあえず、まあ、今日はバラして状態見る編ですけど、次回は、ぶった切って、足つけるで、まあ、なんとなくソファーの全貌ぐらいが分かればいいかなと思ってます。なので、まあ、ちょっとマンション住まいの人とかはね大変かもしれないんですけど、まあなんかこう日曜大工できるぐらいのスペースがある方だったら、あの全然できる作業だと思うんで、あのもしなんかちょっとねうちと同じでこう何年かもう使った中古ソファーでああって思ってて買い替えるんだったらっていう方は、ぜひあのチャレンジしてみてください。なので多分今回と、もう次バラス編で、多分張り替えはもう一気にいっちゃうと思うんで、張る編と3部構成でいこうかと思ってますんで、よかったらチャンネル登録してください。